山田さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところからアメリカの大学で何してたのかみたいなところをお聞きしたんですけど、はい、この動画では大学卒業して何してたのかところも含めてお聞きしたいなと思ってます。はい、はい、大学、まあもう大学4年挽回の挽回で卒業したわけじゃないですか、22の時に、はい、その後って就職する道もあるし大学院行く道もあるし、まあ、もちろん日本に帰って就職、どういう選択をされたんですか？大学院に行きました。え、それは日本の大学院ですか、それとも海外ですか？いや、そのまま同じ大学の大学院もともと勉強大嫌いって言ってて、はい、でも大学院まで進学したんですね。そうですね。え、それ何かきっかけがあったんですか？やっぱりやっていくとだんだん面白くなってきて、アメリカの授業って予習復習しっかりやればすごい面白いんですよ、うんうん、教授もざっくばらんに話していくし、はいはい、それですごく興味を持ってもっとこの分野学びたいなと思って、それで大学院行ったんですね。まあ、GPA がその時にちょっと回復してたんで、はい、ちなみに大学院進学する時はそのエスカレーションでいけるようなイメージなんですか？ちゃんとテスト受けてそのスコアと GPA と、はい、確かエッセイかなんか出したんです、はい、じゃあもう普通に大学院に進学するのと変わんない試験なんですね。それがまあ難しかったんですけど、だから GRE みたいな、GRE だったかな、一般教養試験みたいな、はい、そうです。でもそれもクリアして、じゃあクリアしてなかったんですね。何かがクリアしなかったんですけど、うん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 、まあ交渉得意なんで一種の裏口入学になって学部長のところに行きましてこんだけの熱い思いがあって、はい、大学院行きたいんだって言ったら、うんうん、それは当然なんですけど、はい、全部をトータルしてその上で決めてるから、うんうん、別にこの1個が足りなかったからってそれでダメとは言わないって話になって、うん、確かにそれはすごい言いやすいかもしれないですね、はい、大学院に行った時も心理学ですか？のカウンセリングの専攻でした、ね、いろんなのがあるんですか、心理学の中にも？はい、いろんなのがあって、カウンセリングと他は何かある？他には一般心理もあったし、あと産業心理、はい、インダストリアルサイコロジーってやつ。そんなのあるんですね。当時はトップにお給料稼げるようになったんですよね。そうなんですか？まあ、コンサルタントとかそういう風になってくるんです。そんなのがあるんですね、はい、そこで、カウンセラーの方に行ったんですよね。そうですね。それ何かあったんですか？やっぱりそういう分野に興味あったっていうのと、ある友達がいて、その友達がすごく窮地に陥った時に自分って何もできないんだなって気づく、普段友達だ友達だとか言ってるくせに何もできないんだって気づいて、うんうん、その時にカウンセリングの技術っていうのを持ってればひょっとしたらそういう人たち、自分の友達っていう人たちに対して何か自分でもできることあるんじゃないかなと思って、はいはいはい、はい、でもその中でスクールカウンセラーを選んだのは日本からそう思ってたっていう。ああ、そうなんですね、はい、どういう授業をやるんですか？実践が多い？いや、授業ですよ。最初は授業で最後はインターンシップがあるんですけど。インターンシップ何やったんですか？小中高か、はい、それぞれ200時間ずつだったかな。もうインターンシップやるんですよ。200時間それぞれ？はい、600時間それでインターンやるんですか？はい。ほう、それは決められた学校でそれぞれ。いや、それが自分でアポ取んなきゃいけない。そんなのできるんですか？自分で電話取ってっていう感じです。あ、じゃあもう相当英語力できてますね。それくらいできました、ね、はいはいはい、小中高でやるじゃないですか、はい、どういうことをそれぞれやるんですか？最初高校から行ったんですけど、アメリカの高校って履修制なので、うんうん、この教科を取る、この教科を取る、それを合わせてって卒業みたいな感じなんですけど、それの履修をやったりとか。あ、そうなんだ。それはほとんどの業務の大半ですね。中学校は発達的な課題を抱えた子とか、家族関係があまり良くない子とかに対してどういう支援をするかっていうのを会議を開いて決めて実際にそれをやるとかですかね。僕その中でも一人の男の子がいて、その子の担当になったので、その子とがっつり遊んでたみたいなのが一番印象的だったの。あ、そうなんですね、はい、何して遊ぶんですか？結構問題のある地域にあったので、家族関係にあんまり恵まれてない子で、特にお父さんがいない子が多くて、外国の人だけど、それでもやっぱり喜ばれるんですよ、うん、子供は一緒に遊んでくれる人が欲しいじゃないですか、はい、だからそれだけでも喜ばれる。なるほどな。600時間インターンと言いつつ働くわけですよね、はい、山田さんにとっては初めて働くというか、うん、海外での働きだったわけですよね、はい、どんな印象だったんですか？楽しかったです。小学校の方は授業とかやったりするので、うんうん、もうそれが面白くて、あ、授業って国語数学じゃなくて、はい、コミュニケーション取り方とか、こういう時には友達同士でどういう言葉を言い合うとか、そういうような授業なんですけど、はい、それがもう楽しくて、これ仕事にしたいなと思いました、ね。あ、そうなんですね、はい、それ2年間過ごして
その後の就職みたいなところはどうされたんですか？そう、まあ、アメリカで就職。はい、マジ日本での就職は考えてなかったんですか？考えてなかったですね。どこで就職したんですか？そう、アメリカのサウスカロライナ州の小学校に入ったんです、ね。それはアプライしたんですか？ジョブフェアあるんですよ、アメリカって。普通一般企業やるじゃないですか、うんうんうん、日本だと。それの学校版みたいなのがあって、はいはいはい、そこに行きまくって落とされまくって、はい、きつい落とし方してるんですよ。なんでですか？面接の時に、はい、もう君素晴らしい、ぜひうち来てとか言うくせに、はい、実際に何の連絡も来なくて、はい、また連絡するねとか言っとくやん。こっちから連絡すると、あ、他の人が決まった。あ、マジですか？それかける100回ぐらい。じゃあ100個受けて。100個ぐらい受けましたね、本当に。就職活動を向こうでするわけじゃないですか、はい、難しさって何があったんですか？あ、語学ですよね。あ、大学院卒業してるだけだから、うんうんうん、何のネタもないじゃないですか、うんうんうん、新卒なんで、はい、当然なかなか採用には結びつかないですよ。で、僕が狙ってた小学校とかのカウンセリング職っていうのは1校で1人2人とかなんで。そっか。しかもアメリカ人もいいじゃないですか。なあ、まあ、それでその1校を勝ち取ったのはどうやって勝ち取ったんですか？それはですね、100回も練習してると言われたことに対してスラスラ答えられます。そこでついに受かったわけですよね。受かりました。受かった1校の面接はもう、あ、受かったなって思いました？もう信用できないですよ、そんなの。あ、そっか。その時はすぐ来たんです？全然来なかったです。あ、その時も怖かったんですね。あ、来ない、またかと思ったわけですけどね、うんうんうん、向こうからある日突然来たのか、僕が電話したか忘れましたけど、あともう一人か二人だけ最終候補のことが待ってくれって言われて、で、まあ、もうドキドキながら待ってたら電話あって、あの、ぜひスタッフに迎え入れたいって電話が来たんです。すごっ。それめちゃくちゃ嬉しいですよね。いや、めっちゃ嬉しかったです。そう、嬉しいですよね。泣くぐらい嬉しいです。え、実際学校行くわけじゃないですか、はい、学校の中に日本人の方っていらっしゃいますか？ゼロです、ゼロ。いや、ですよね、はい、実際そこの場でコミュニケーションとか仕事をするわけじゃないですか、うん、難しさとかありました？いや、むっちゃ難しいですよ。どんなことが一番難しいんですか？まず子供の英語って分かんないですよね、何言ってるか。あー、それスラングが多いってことですか？いや、やっぱり発音も日本語でもちゃんと喋らないじゃないですか、うん、よくよく聞いてると、うん、それを理解しなきゃいけない。それはきつい、はい、でもその環境に置かれて辛くなかったんですね。激務なので、はい、アメリカのスクールカウンセラーって。もう何で激務かでいうと、まあ、業務内容が多岐にわたるんですけど、テストのコーディネーター、州でやってる模試みたいなのがあるんですけど、それのコーディネートしなきゃいけなくて、ギフティータータレントって今日本でもやろうとしてる天才たちのテストもやんなきゃいけなくて、あと発達支援のコーディネーターもしなきゃいけなくて、あと登校を全然してない子たち、メキシコからの移民の方多くて、農業の修学の時期だと学校来ないというで、それの呼び出しをしたりとか。はい、あとカウンセリング関係のこともやってたし、あと問題を起こした生徒を引っ張り出して話を聞くっていうのが、はいはいはい、いや、すごいな。何があったかよく分かんないぐらい日々追われてました、ね。一番難しいなと思った業務はどれでした？全部難しかったですよ。コミュニケーションを取りながらやるっていうのは難しいですよ。生徒の話を聞いてって言っても英語が難しいんで、それは結構大変だったかな。実際小学校を変えたりもしたんですか？もうそこ1校で1年で、辞めて、ビザがもう出なかったんで、当時ビザをギュッと制限する時期だったんで、はいはいはい、それ日本に戻ってきてスクールカウンセラーとしては働けるような状態なんですか？いや、スクールカウンセラーは基本的に臨床心理士っていう資格が当時は必要だったので。日本では必要？はい、最初は埼玉県の爽やか相談員っていうシステムがあって、その相談員としてやってるのと、あと自分で個人事務所じゃないですけど立ち上げてやってたって感じです、うんうん、なるほど。臨床心理士ってどんなことをする資格なんですか？カウンセリング業務ですよね。もうそれはカウンセリングなんですね。はい、もう日本に戻って受けようと思った感じですか？受けないと生きていけないなっていう、うん、でも2年間の臨床経験が必要なんですよ。実務経験が必要なんですね、はい、日本の大学出てないん で、はい、でそれは相談員経験と、その後に出てくる今働いて聖徳学園での経験を合算して受験資格を得たって感じですか、ね、あ、そうなんですね、はい、今お持ちなのは臨床心理士だけですか？あと公認心理師ですね、最近できたの。公認心理師って何ですか？同じです、ね、あ、同じなんですね、はい、基本国家資格なんですよ、公認心理師は。臨床心理師は財団法人の資格なんです。あ、そうなんですね、はい、その時はなかったんですよ、公認、はいはいはい、国家資格が。臨床心理師と公認心理師はそれを持ってると何かが違うんですか？カウンセリングまでやってもいいのかもしれないですけど、基本的にはそれを持ってないとダメって感じですよね、公的には。そうなんですね。相談員やりつつ今のところに行くのは何がきっかけで行ったんですか？帰ってきて、仕事がなかったんで
家庭教師の派遣の登録をしてて、その派遣会社から1個スクールカウンセラー探してるとこあるんだけど、あなたの履歴面接どうやらやってたからどうだと言われて、はい、行きます、はい、すごい、そんなきっかけがあったって。そうですね、自分で応募したわけではなくて。あ、そうです。わー、面白い、ありがとうございます、はい、この動画では大学卒業してどういう道を歩んでいったのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、次の動画では今何しているのかっていうところについてお話しいただこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。